62mmUV、円変更、昼色蛍光灯、フィルターレンズフィルターとは、写真や映像を撮影する場合や、望遠鏡などで観察する際に、レンズの先端、後端、あるいは、中間部分に装着して、そこを通過する光に制限を与えるカラーフィルターや、その他の光学フィルターである。光を、波長や変更で透過あるいは反射により制御する。 いわゆるソフト効果や光上効果などを加えるフィルターもある。左側は変更フィルターなし、右側はあり。雲のコントラストを高め、青空が強調されている。右は変更フィルターあり、左側はなし。歯の反射光が除去され、色が鮮やかになっている。左は変更フィルターなし、右側はあり。水面の反射が除去され、 水の底がはっきり見えている。偏光フィルターは特定方向の直線偏光を持つ成分を強く減衰する効果があるフィルターで回転させることで表面反射による光を目立たせたり抑えたりできる。原理については偏光の交算証。水面やガラスの反射による映り込みの除去。具体例としては ショーケース内の展示物撮影のようなガラス越しの撮影に使われる。また空気中の水蒸気の反射を除去するため、青空の色調あるいは樹要山肌、建物などのコントラストの強調に効果がある。また、虹をはっきり映し込んだり、逆に消したりすることができる。超広角レンズに使用すると、画面の両端で効果が違って不自然になることもある。 円変更フィルター円変更フィルターは特定の変更方向の光以外をカットし透過した変更を円変更に変換する。オートフォーカスカメラで直線変更の変更フィルターを用いると合照動作に不具合が生じる場合があるため円変更フィルターが用いられる。円変更フィルターは被写体側から順に変更フィルターと4分の1波長板を重ねることで作られる。 フィルターへの入射口ははじめに変更フィルターを通り直線変更になる。この直線変更が4分の1波長板を通る際に位相差が生じ円変更に変換される。このようにはじめに変更フィルターを通しているため使用法や反射光の低減等の効果は上述の変更フィルターと変わらない。実際には4分の1波長板や変更フィルターを 保護するために平面ガラスでは3で1枚の円変更フィルターにしている。オートフォーカス機構や TTL 露出計のためにハーフミラーを使用しているカメラがある。一般的なハーフミラーを利用する場合には内部でハーフミラーへの斜めの光の入射がある。光の反射率や透過率はフレネルの式で表されるように変更方向と入射角に影響される。 そのため、直線変更フィルターを利用すると、ハーフミラーを目的通りに動作させることができなくなる。円変更フィルターは、そのような問題を回避できる。なお、ニコン F3 が使用している、ピンホールミラーによる、ハーフミラーなど、この影響が小さいハーフミラーもある。ある波長より短い波長の光をカットする。名称は、SC、カットする波長。 銃で表示される。UV フィルター、UV フィルターは紫外線をカットするフィルターである。無色透明と言われているが、視認できないほど極めて淡い黄色を帯びていて、この極端光色が紫外線を吸収する役割を果たし、その濃さによって紫外線の吸収量が変わる。かつてのパ板やフィルムが紫外線や、 青色気候に敏感すぎるため、円形などが見た目よりはっきり映らない、白くぼやけて霞や霧がかかったように映るので、極端光色の両光機やスクリーンを用いることで、風景を鮮明に捉えていた。その光景とも言えるのが、UV フィルターである。紫外線が大気中のゴミなどに反射して散乱し、円形がはっきりと映らない時に、これを使用する。 装着しても色再現に影響はなく、また、露出量も下がらない。レンズカバーの代用としてつけっぱなしにする人もいるが、ホコリが付着したり傷が入る、可能性があるため必要な時に装着した方が良い。近年は、レンズコーティングの技術が進んで、レンズ自体が紫外線をカットするようになったことに加え、 カメラのデジタル化に伴い、カメラボディ内部側の CMOS センサーの発達や、ローパスフィルターが搭載されたカメラの登場なども、相まって、現在では、本来の目的としてはあまり使われなくなってきている。シャープカットフィルターとしての名称は、SC37、SC39 がこれに当たる。この他に、L38、L40、L41 も存在する。 L37 や L38 そして L39 は白紙状においても黄色を視認することは難しいが、L40 はほのかに黄色を視認することができる。L41 は薄い紫色をしており、紫外線と青色構の一部を吸収する働きを持っているので、スカイライトフィルターに似ていて UV フィルターとプロテクトフィルターを兼ねている。スカイライトフィルター薄い小豆色もしくは、 薄紫色のフィルターで紫外線をカットしかつ青色光の一部をカットする働きを有する。通常、1A と1バイトの2種類あり、1バイトの方が効果が強い。一般にフィルムで撮影した場合、フィルム自体が紫外線や青色光に鋭敏であるため、肉眼で捉えるより紫外線による円形の霞が強調されてしまったり、 被写体が少し青みがかる、青かぶりが起こる。それを補正するためのフィルターである。主に海星時の山上や海、そして高原での屋外撮影、および晴天時の屋外撮影で使用する。また、色温度が高く青みかかりやすいん天や日陰などでの撮影にもそれを防ぐために使用する場合がある。製品によって差異はあるものの、その原理は、 光の波長のうち、おおよそ390 n m メートル410ナノメートル以下をカットすることにある。可視光線は380 n m メートル750ナノメートルであるため、紫外線と同時に該当する波長の可視光線、つまりは青みをわずかにカットし、青空の下で撮影した被写体の青かぶりを軽減する仕組みである。 紫外線をカットすると同時に被写体のカラーバランスを整えるのでカラーフィルムが一般に普及するに伴って常用されるようになったがカメラのデジタル化に伴い使われなくなった UV フィルターはプロテクトフィルターの代わりに現在でも使われることがあるがこれは蒸気の特性からデジタルカメラに装着して撮影すると画像がわずかに赤みを帯びる 赤かぶりが起きるので大体にはならない。またフィルムでの撮影でも赤色光をより多く透過することになるので赤色系の部分に白飛びが発生することがある。白黒用コレクトフィルター強制フィルターとも言われ黄色フィルターがこれに当たる。ラッテン6内市 Q に相当し、かつては k 一、K1、k 二、k 三などと呼称されていたが、 現在は y 零、y 一、y 二、y 三の故障が一般的で、実質規格 y 四十八に相応する y 二が最も用いられ、付されている数字が大きいほどその持てる効果が強くなる。かつて一般に使用されていた色毛看板と俗称された普通感触性の看板は、緑や黄色、大々、赤色には鈍感である反面、紫外線や青色式光には、 鋭敏すぎる欠点があり、青空が白く潰れる、円形に霞や時には濃い霧がかかったようになる、瓦の濃淡や明暗が不自然になるなど障害が多かった。そこで、紫外線や青色気候を過剰に感じて瓦に霞や霧がかかるのを防ぐ目的で使用されたのが、コレクトフィルターである。最も,もこの紫外線や青色光に過敏すぎる欠点は、形状が乾板から、 フィルムパック、ロールフィルムへと移っても、正常が、オーソ、オーソクロマティック、パンクロマティックへと発達しても、軽減はしても持ち続けてしまい、コレクトフィルターの重要性は変わらなかった。UV フィルターと、同じく紫外線を吸収することでこれをカットし、同時に、青色光もカットする働きがあり、例えば青空を少し暗くすることで白雲を、はっきりと映し出したり、 円形に霞や霧がかかるのを防いで鮮明に捉える、コントラストを高める、明暗や濃淡を見た目と同じくする、生殖などの効果がある。ただこれらの効果が十二分に期待できるのは y にのみで Y0 や Y1 は黄色が薄いため紫外線はカットできるが、青色構は少しカットするだけなので、画を鮮明にすることはできても、コントラストや生殖などの効果は、 不十分で、他方 Y3 はこれらの効果が強く不自然ながになりやすい。UV フィルター代わりに Y2 を常用する例があるが、埃の付着や傷が入るなどの問題を防ぐ意味からも必要な時のみ装着した方が良い。黄色フィルターには他にアイロ1号、マイナスブルー、マイナスブリューとも。ラッテン12、G フィルター、フラバジン、フラバジンとも。 ラッテン16、キノリンイエローが存在する。アエロ1号は単行色のフィルターで空中撮影に主に使用され紫外線を吸収する働きを有している。マイナスブルーはわずかに大色がかった黄色のフィルターで空中写真の撮影に主に使用され、その名の通り紫外線や青色光を吸収するので紫外線などによる霞をカットすることができる。 また満月を撮影した時に起こる青かぶりを防ぐ目的でも使用される。コダックエアロエクタクロームインフラレッドの指定フィルター。G フィルターは濃黄色もしくはクリアな黄色味がかった大々色のフィルターで紫外線および青色光の多くを吸収する働きを持っている。そのため青空がかなり暗く映るなどコントラストが強調される。 クラバジンは G フィルターよりもコントラスを強調する働きを有し、パンクロマティックフィルム専用フィルターである。キノリンイエローは天体写真などに使用されるフィルターで紫外線を透過させ紫色光を吸収する働きがある。現在ではいずれのフィルターも一般的に使用されることは稀で、日本国内では入手が困難だが、 個人輸入で入手することは可能である。白黒用コントラスト調整フィルター紫外線や青色光をカットし、橙々色や赤色、赤外線をより透過させることにより、寒色系を暗く、黒く、暖色系を明るく、白くして、コントラストを上げるために使われるフィルターで、常用はされない。橙々は、王や、矢などで、また赤は、R で表され、 他のフィルター同様数字が大きいほどその効果は強くなる。実 s 規格 O56 に相当する O2 や y に2 R60 に相当する R2 が標準的に用いられる。他に大々なら O1 や y 1や3、赤なら R0 や R1、R3 が存在する。コントラストを上げる効果があるため数字が大きいフィルターを使うとそれだけ。 明暗や濃淡の差が極端になってしまうので、その正常から特殊効果フィルターというくくりで扱われることもある。また、ヤ3や R で、R1 で疑似赤外線写真を撮ることができるほか、R2 や R3 は赤外フィルムを使用しての赤外写真の撮影にも使用される。白黒陽性色フィルターシャープカットフィルターではないが、似た。 用途なのでここで解説する。オルソマティックのカンパニアフィルムの感触性は赤色には俯瞰で緑色には弱い反面、普通感触性と同様紫外線や青色光には過敏すぎるという欠点を有していた。そのため赤色が多丼のように真っ黒に緑色が必要以上に暗く映るのに対し円形がもやや霞み、時には霧がかかったようになったり、 感触系の部分が白飛びしたり、コントラストが低くなってしまうことが多かった。その後赤色には俯瞰である問題を解決するため様々な努力が払われ、赤色や大々色に対して、幾分感触性の弱いオルソクロマティックや、青色から赤色までの感触性を持たせたパンクロマティック、赤色や赤外線に対しても A 貧ま超赤感。 パンクロなどのカンパニアフィルムが登場したが、いずれも紫外線や青式光には、程度の差こそあれ、鋭敏すぎるという欠点を有するのは、変わらなかったばかりか。パンクロマティックは赤色にも鋭敏な正常すら有し、しかもいずれにも、緑欠と呼ばれる緑色には、鈍いという欠点があった。緑色フィルターはそれらを補正する目的で用いられる、もので、 紫外線や青色飼のすべて赤色、大々色のおよそ半分を吸収し緑色を補う性質を持っている。単緑色や黄緑色、そして緑色、または能力色のフィルターを使用して紫外線や青色飼をカットし赤色や大々色を弱めることで明暗や濃淡のバランスを調節していた。だがその後の技術の進歩も相まって 現在のパンクロマティックフィルムは、可視光すべての領域においてほぼ等しい感触性を持たせているので、緑色フィルターが使われる機会は非常に少なくなった。ただ現在において全く使われなくなったわけではなく、白黒フィルムでポートレートを撮るときに、肌や唇の赤みを抑えて、濃淡や明暗をより自然なものにしたい場合や、新緑などをみずみずしく映したい場合、 青葉茂れる、森林内での人物撮影などに使われ、被写体や天候などの状況に応じ、各々の,の単力色、黄緑色、緑色、または能力色のフィルターを使い分けている。また紫外線や青色光を吸収することによって、風景をより鮮明に映す働きもあるので、黄色フィルターの代わりに常用フィルターとして使用される場合がある。その場合は、 単緑色や PO 0または X 例といった黄緑色のフィルターが主に使われるが、黄色フィルターを使用した時に比べて、青空がより暗く映ってしまうので注意が必要である。赤外フィルム用、フィルター赤外フィルムは通常の光にも観光するので、フィルターなしでの撮影ではその利点が全く出ない。そのため600ナノメートル以下の光をカットする SC。 60以上の赤色フィルターを使用しなければならない。天体写真を撮影する際に、ナトリウムランプの気線スペクトルや、水銀灯等々の都市部での光害をカットする。白膜干渉を利用して光をカットするフィルターが多く、光の入射角に応じてカットできる。波長領域が波長の小さい側にシフトする。カットバンドがシフトしても気線が、 バンド内に収まれば光害はカットできるため通常は広角レンズでなければ影響は無視できる LPs フィルタライトポリューションサプレッションフィルタ LPR とも呼ばれるブロードバンドフィルタであるため透過する光量が多く暗くなりがたい従来はナトリウムランプや水銀灯、蛍光灯の波長領域をカットするフィルタが主だったが2018年には LED の波長領域をカットするフィルタ2019年には、大気孔もカットするフィルタが発売された。UHC フィルタウルトラハイ、コントラストフィルタナローバンドフィルタであり、Hβ 線と EE 線を含む狭い、波長領域のみを透過し、静雲の撮影に適する。CLS フィルタシティライトサプレッションフィルタナローバンドフィルタ UHC フィルタより広い範囲を透過する。色吸収フィルタスターリーナイトフィルタのように、特定の波長を吸収することで光害をカットする。白膜干渉を用いたフィルタとは違い、レンズの焦点距離に関わらず特定の波長をカットできる。HF グラス水銀灯やナトリウム灯の光をカットすることである、程度光害の悪影響を減らすことができる。 天体撮影用フィルター。103A 用フィルタースペクトロスコピックフィルム。103A は640ナノメートル以下の光をカットする赤黒い SC64 を使用しなければならなかったが、同時に光外もカットされた。その他のフィルタムーニャンド、スカイグローフィルター、クワド BP フィルター、ネビュラブースターフィルター、リーフィルター、H。 アルファフィルターと脳性色フィルターがこれに当たるが、黄色、緑色、大々色、赤色の各フィルターと異なり白黒フィルム専用のものは存在せず、カラー原稿の写真原版を作る際に用いられる三色分離フィルターの一つである、ラッテン47を呼びそれに相応するフィルターが使用される。このフィルターは紫外線や青式庫をより多く透過させるのに対し、 赤外線や赤色、大々色、黄色は吸収し、緑色などは弱めたりする働きを有している。そのためこのフィルターをかけて撮影すると、青空が白く飛ぶ、円形に強い霞や霧がかかる、暖色系が黒くなる、少しぼやける、コントラストが低くなる、遠近感がなくなるなどの影響が出て、画が平面的なものになってしまう。 それゆえ白黒撮影にはほとんど使用されず、円形に強い霧をかける、風景全体にぼやけた感じを出す、肌を褐色のようにするなどの特定の効果を狙う時にのみ、用いられる。カラーフィルム使用時に特定の色を強調する、または特定の色を加味する。モノクロフィルム用のシャープカットフィルターを、 カラー用の色彩強調用フィルターとして流用したり、また幻想的な写真にするため CCM40 を使用することがある。ND フィルターの現行により低速シャッターが可能になり、モーションブラー効果が出た例。現行フィルターであり、レンズに入る光の量を一律に減少させる効果がある。ND はニュートラルデンシティの略で、色に対して中立という意味である。 これを使うことで、撮影の際の絞りを開いたり、シャッター速度を下げることが可能になる。明るいレンズ使用時の屋外ポートレート撮影など、晴天時でも、開放状態で後ろをぼかして撮影する、川の流れを、糸の集まりのように撮影する、人通りのある街並みを人を消して撮影する、など、長時間露出による、特殊効果を出して撮影する等の用途がある。また、 ビデオ撮影では、シャッター速度を変更できないため日中の屋外などでは白飛びすることがあるが、ND フィルターに用いて減光することで白飛びを防ぐことができる。ND フィルターの中には大きな照度差がある被写体を撮影する目的で中央部だけ ND 効果が得られたり、画面片側半分だけ減光効果が得られるものもある。一般的な ND フィルターは灰色。 または黒色で、その濃さの度合いにより、ND2、ND4、ND8、ND400 などがあり、さらに日食など、太陽の撮影を主たる用途とした、ND1 万や ND10 万といった高い倍率の、フィルターもある。ND2 であれば光量は1、2、ND400 であれば1、400の光量となる。色再現に影響を与えずに現行することが、目的であるが、 製品によっては、色再現に影響が出るものもあり、特に濃度が高いものは黄色に被るものが多い。一般に、吸収のために黒く見えるが、太陽撮影用などの勾配率のものでは、反射能を併用しているものもあり、そういった製品では、金属上着などで銀色に見える。可変 ND フィルター可変 ND フィルターは、光量の減少率を可変にしたフィルターである。 通常2枚のレンズで構成され、被写体側のレンズを回転させることで、減少率を変化させる。減少率の範囲は様々であるが、ND2 から400や ND2.5 から1000という、高範囲を連続的に変化させることができる。可変 ND フィルターは、円変光フィルターの表側同士を向き合わせて作られる。つまり、可変 ND フィルターでは、 被写体速から次のようにフィルターが並ぶことになる。被写体マイナス四分の1波長板1変更フィルター、1変更フィルター2から4分の1波長板2、変更フィルター1変更フィルター2の変更方向の相対角に応じて変更される。4分の1波長板1は入射光を円変更にすることで、どのような変更方向の光でも、 変更フィルターで一律に変更できるようにしている。4分の1波長版には、円変更フィルターで記述したように、オードフォーカス等を正常に動作させるために、用いられている。4分の1波長版1があるため、変更フィルター1、変更フィルター2の変更方向を、揃えても、可変 ND フィルターを変更フィルターとして用いることは、できない。フィルムは、 デイライトタイプで通常色温度 5500K 程度、タングステンタイプで通常色温度 3200K 程度で自然な発色をするように製造されている。しかし実際の光は多様であり、例えば日の出や日没時で色温度2000から 4000K、電球やフラッドランプの光は、 色温度2800から 3200K と低く赤っぽい光であるし、エレクトロニックフラッシュの光は一般に色温度 6000K 前後、晴天の日陰や鈍天のもでは色温度 6500K 前後と高くなり、青っぽい光である。フィルムが想定している色温度より低い色温度の光のもで撮影すると赤っぽく、また高い色温度のもで撮影すると青っぽく、 なってしまうため、補正するために使われるのが、色温度変換フィルターである。色温度を下げるアンバーと上げるブルーがある。例えばカタログ上で商品の色が現物と違うと困るので補正し、正しい色にする必要もあるわけだが、例えば夕焼けのシーンで画面が赤っぽくなるのは自然なことであり補正することでその場の雰囲気を殺してしまうことになるため風景写真では、 必ずしも使用が推奨されるものではなく、逆に夕日に LBA を使用して強調することもある。デジタルカメラやビデオカメラでは内蔵されたホワイトバランス機能がこれらの代わりとなり、近年ではデジタルカメラの普及に伴い次第に使われなくなってきている。色補正フィルターは適切な色状態での撮影を行うために用いる。シートフィルターではシアン。 マゼンタ、イエローの三原色、そしてその補色であるレッド、グリーン、ブルーがあり、それぞれ濃度が1.25、2.5、5、7.5、10、20、30、40、50等と多種が発売されている。カラーメーターでの測定結果に従って、これらを組み合わせることで、あらゆる状態に対応することができる。ガラスフィルターではよく使われる色と濃度のみ。 発売されている。デジタルカメラやビデオカメラでは内蔵されたホワイトバランス機能がこれらの代わりとなり、近年ではデジタルカメラの普及に伴い次第に使われなくなってきている。蛍光灯、フィルターでライトタイプのフィルムを使用し、蛍光灯下で撮影すると緑色に被るが、それを補正するために使用する。CC フィルターの一種で、個別の CC フィルターでは、 CCM30 か CCM40M、場合によってはそれに CC-10R、R または CCR20 や CCY10、または CCY20Y を加えることで同じ効果が得られる。蛍光灯はそのメーカー、種類、使用時間によって色が異なるため、厳密な補正にはカラーメーターと CC フィルターが必要である。 TV 画面撮影用、フィルターデイライトタイプのフィルムを使用し、TV 画面を撮影する際に使用するフィルター。装着した状態で、マニュアルホワイトバランスを取得することで、その抗原下での正確なホワイトバランス状態を得ることができる。アニリン系の染料で染めた布などでは、ある特定の波長に激しい吸収体があり、その結果撮影したカラー画像が、 本来の色と異なって表現される場合があり、これを変速反射という。この現象を抑えるために開発されたのが変速反射除去フィルターであり、これは健康の商品名である。難焦点レンズで撮ったような、少しぼやけたような効果を出すフィルター。幻想的といったような画像効果がある。デュート、ソフトオン、フォギー等多種類がある。光っている部分に、 光状を発生させるフィルター。水面が太陽光で光っているところや、ライトアップされた夜景などを映すと、キラキラと光っている感じが強調される。単に、クロスフィルターという場合、光状4本のものが一般的である。健康では、光状6本のものを、スノークロス、光状8本のものを、サニークロス、光状4本だがその角度を調整できるものを、 バリクロスと称している。無色透明で全玉レンズを衝撃や汚れから保護するだけの機能しか持たないフィルタープロテクター。レンズ本体の光学性能や描写能力を低下させると一部のカメラマンからは敬遠されるが現在市販されているものではほとんどレンズ本体の能力に影響しない。ただし夜景撮影や逆光状態においては レンズフレアなどが発生する原因となるので、現在でも外すのが妥当である。高級モデルでは、耐久性や防音性が高くなっている。紫外線カットフィルターや、スカイライトフィルターを保護用フィルターとして代用することがあるが、スカイライトフィルターは赤っぽくなるため注意が必要である。厳密にはフィルターではないが、同じ使われ方をしており、一般に。 フィルターの一種という扱いの場合も多いので、ここで解説する。このレンズを装着することで、最短撮影距離が短くなり、摂写撮影が可能になる。ただし、他のフィルター類と併用する場合、クローズアップレンズを最もレンズ本体と近い位置に装着する必要がある。また、マクロレンズと違い無限遠にピントが合わなくなると、ピント合わせに制約がある。 クローズアップレンズは、突レンズであるため、焦点から、クローズアップレンズに入射した光は光軸に平行になる。そのため、クローズアップレンズを通した光をピントを無限遠に、設定したカメラで受けることで、焦点付近の被写体にピントを合わせることができる。カメラのピントを近距離にすることで、ピントの合う位置は、クローズアップレンズの焦点よりも近くなる。番号は、 焦点距離を表しているが、メーカーにより、表示方法が違うので注意が必要である。ニコンの場合ナンバー A は1 4 0 0トル、ナンバー1、mm、は6 7 0ト、mm、ル、ナンバー2は3 4 0ト、mm、ル、ナンバー 3T は6 6 4 8ト、mm、ル、ナンバー 4T は3 4 1ト、mm、ルである。健康の場合ナンバー1は1、1ルイコール1ル。 ナンバー2は1、2メートルイコール50センチメートル、ナンバー3は1、3メートル33センチメートル、ナンバー1、0は1、10メートルイコール10センチメートルである。肉眼では感じることができない。赤外線のみを透過するフィルター。赤外線フィルムに使用する。またデジタルカメラの撮像素子は、赤外線を感知する性質があり。 このフィルターを利用することで変わったイメージの画像を撮影できる。機種により赤外線の感知領域が異なるほか、可視光に比べ赤外線の波長が長いため、撮影は手動で調整する必要がある。ガラスにフィルター効果となる成分を混ぜ合わせ板状にしたもの。円盤状にして枠にはめてあり、レンズ先端部のネジ山部分にねじ込んではめ込む。 形式のものが多いが、超望遠レンズの場合は専用のホルダーを使って、スロット部にはめ込むものが多い。各カメラレンズメーカーが、純正品として出している他健康や、丸み工機などのフィルター専門メーカーも存在する。過去には東芝も製造していた。ゼラチンニア、アセテートなどの素材に染料など、フィルター効果となる成分を混ぜ合わせ、薄いシート状にしたもの。 元祖であるコダックラッテンフィルターがゼラチン製であったため同様の方法で使用されるアセテート製の富士フィルターもゼラチンフィルターと俗称される色補正が細かくできるためデジタルカメラ普及以前はプロが色補正のために多用した薄いシート状であるためホルダーに何枚重ねて挟んでも蹴られる危険性はほとんどないハサミで切って 超広角レンズの後ろ玉に貼り付けたり、エレクトロニックフラッシュの発光部にセロハンテープで貼り付ける、唐特脂効果のための使用もできる。ただゼラチン製フィルターは耐久性が低く、水に濡らすと形状はそのままで弾力のある柔らかいゴム状になってしまうため湿気を避ける必要がある。また指紋がつきやすく一度つけば拭き取ることができないため、扱いには注意が必要であり、 カビが生えたり腐敗したり、臭い移りもするので専用の冷蔵庫に保管しなければ、ならないなど手間がかかる。また退職しやすく、減たりやすいので新しいものと交換する頻度が高く、コストもかかる。対して、アセテート製フィルターは濡らしても変化は起こらない上、指紋がついてもクリーナーで拭き取ることができ、レンズと同様にカビが生えることはあるが、腐敗や、 臭い移りはしないため保管も比較的楽である。また退職しにくく、下手りにくいので新しいものと交換する頻度が低く、コストを抑えられる。円形状のプラスチック板に、フィルター効果となる成分を混ぜ合わせ、または塗布、コーティングしたもの。プラスチックは形状を変化させるのが簡単であるため、ソフトフィルター等特殊効果用フィルターにも多い。 ゼラチンフィルターほどではないが傷がつきやすいので扱いには注意が必要である。ゼラチンフィルターやアセテートフィルターがこれに当たる。7 5 × 7 5ト、mm、ルと1 0 0 1 0 0トルの製品がある。ガラスまたはプラスチックフィルターの大多数はこの形状である。カニフィルター、リーフィルター、骨菌の製品が知られている。 ほとんどのフィルターはこの形式である。丸い金属枠にはめられており、アタッチメントネジで装着する。レンズ全端に装着する製品が多いが、超望遠レンズで全端が大口径である場合や、超光角レンズで、そもそも全端に、フィルターが装着できない場合には、後端に装着する場合もある。丸い金属枠にはめられており、アタッチメントバイオネットで装着する。 ハッセルブラッド、ローライ、コンタレックス、アルパなどがそれぞれ専用の規格を持っている。また、ペンタックス67用レンズの一部でも採用されているほか、ニコンの超広角レンズの一部には高端に装着するバイオネット式フィルターを使用する製品がある。交換が簡単迅速であるがフィルターが高価になる場合が多く、汎用性がないため種類も限られ。 また製造中止後入手が難しくなるのが欠点。これを避けるためコンタレックスやペンタックス67、ヨーレンズには、ネジ式も併用可能な製品もある。リングとフードもしくはホルダーに挟み込んで使用する。大まかに分けて、裸フィルターと枠フィルターの2種類ある。裸フィルターは、枠のない丸型のガラス板のみのものだが、古いタイプでは、 ゼラチンフィルターを2枚のガラス板で挟んだ形状になっている。枠フィルターはねじ切りのない金属枠がはめられている形状で枠とガラス板の厚みはほぼ同じくらいである。フィルターとしては古いタイプではあるが現在でも比較的容易に入手できる。レンズ強度に横から開けられるスロットが設けられ差し込む形で装着する。 前端が大口径になってしまう超望遠レンズなどで主に採用されている。スロットへ装着するフィルターは一般的なレンズと共用するためなどの理由でネズ式と同じものである場合も多い。シートフィルター、角型フィルターは専用のホルダーに入れて使用する。フィルターはレンズのアタッチメント規格に合ったものでないと装着できないので、 購入するときはあらかじめ装着するレンズのアタッチメント規格を調べておく必要がある。ただし、例えばあるレンズにそれより大きい小道のフィルターを装着したいような場合は、ステップアップリングと呼ばれるアダプターをレンズとフィルターの間に挟むことで装着が可能になることもある。例えば560ナノメートル以下の光をカットするフィルターは SC56 である。 ラトン47フィルターを用いて白黒撮影すると似たような写真を撮ることができる。ジス記号では L37。ジス記号では L39。ラッテン7に相当する。現在はいずれも入手がかなり困難になっている。ラッテン6内市9のいずれにも相当しない。ジス記号では R60。ジス記号では R64。 健康の記号では W。健康の記号では C。日本では共に健康が取り扱っている。ありがとうございます。